まだまだこれからなんで、まあ、常に今を、明日を、明後日を始めたいですね。GQ メンオブザイヤーの撮影現場から香取慎吾です。撮影も結構経験してきたはずなんですけど、雨だったりもして、その雨の中ね、みんなでこうクールな一枚の写真を撮るためにみんなでずぶ濡れになりながらその時を一枚に刻もうとしてる感じがしびれました。今年印象に残った出来事は新しい地図をスタートできたことですね。自分たちはもっともっとゼロになろうと、まあ本当ゼロからのスタートなんですけど、そう思って始めたにもかかわらず、すごくたくさんの方々が力を貸してくれたりとか、皆さんのサポートがあり、応援してくれる皆さんの力があり、大きく一筆目を真っ白な地図に描き始めてるかなというのが、やっぱり今年印象に残ったことかな。これからもっとこの印象が強い強い一年一年、来年再来年とつながっていったらいいなと思います。2018年の抱負を一言で言うなら、始まりです。